さあ今日のテーマはこちらです。広島の冬の味覚牡蠣ということなんですね。ではまずはこちらご覧ください。はい、今月水揚げも始まりまして、冬にかけて牡蠣1年で最も美味しいシーズンを迎えます。楽しみですよね。ただですね、今日の主役は牡蠣の殻なんです。広島県は生産量日本一の産地ですけれども、当然牡蠣殻も大量に出てしまうということなんですよね。その量なんですが、こちらこれ牡蠣殻なんですよ。全部牡蠣殻ですか。はい、なんと14万トンから15万トンほどあるということで、これ全部牡蠣殻、全部牡蠣殻なんだそうです。はい、驚きますよね。ちょっとね、絶句しますね。ただ県内の牡蠣殻のリサイクル率はほぼ 100% ということなんですが、ただ最近少しこの牡蠣殻余ってきているということなんですね。その理由について聞きました。広島県の県漁連の渡辺専務理事なんですが、まずは牡蠣殻の排出量が増えていること、そして一方で牡蠣殻のリサイクル製品の需要が減っていることが理由だということなんですね。これ細かくどういうことか見ていきますと、こちらです。はい、まずは牡蠣の大量死ということで、近年海水温の上昇などで出荷するまでに牡蠣が死んでしまうことが多いんだそうです。そうしますと生産者はどうするか、こちら、はい、やっぱり商品作らないといけないので牡蠣を多く育てるわけですね。そうなりますと当然最後こちらです、牡蠣殻が増えてしまうということなんですよね。ただ一方でこのリサイクルなんですけれども、こちら牡蠣殻のおよそ9割は飼料ですとか肥料ですとか、県内ではこういったところに使われているんですが、ここに鳥インフルエンザですとか国際情勢が影を落としているということなんです。これ一体どのように関係しているんでしょうか。鳥がこの近年ものすごく減ってるでしょ。農業の方もですね、なかなか経営が厳しくてですね、農家の皆さんもですね、安いそういう飼料や土壌改良剤を求めるようになってですね、牡蠣殻飼料の需要の方が落ちている。去年の冬から春にかけて全国的に鳥インフルエンザの流行で鶏が減ってしまったため、当然餌の消費も減っているということなんですね。そしてこれに加えまして、ロシアによるウクライナ侵攻ですとか円安、こういったところの物価高騰も重なりまして、まあ、天然の牡蠣殻入りの肥料値段が少々お高い部分もあるというところで、経営が厳しい農家は安い肥料にこれ移ってしまいがちということなんですよね。なるほど。ですから世界情勢と気候変動と、そして鳥インフルエンザ、山さん本当に厳しい状況にありますね。そうですね、まあ、それはある意味ね、しょうがないことかなという感じがしますので、ということは牡蠣殻のリサイクル、新たなリサイクル方法をちょっと考えないといけないのかなと。そうなんです、もう まさに山内さんのおっしゃる通りでして、実は牡蠣殻にはですね、他にも注目されている特徴があるんです。はい、こちら牡蠣殻は炭酸カルシウムという物質でできているんですが、これ海底のヘドロから硫化水素を吸着する、まあ、つまり水質改善効果があるんだそうです。きれいになっていく、そうですお水を、ね、きれいにしていくという効果があるようでして、この特性を生かして干潟の造成事業ですとか海洋環境の改善にこれ役立てようとする動きもあるんだそうですね。で、広島市にあるこの牡蠣殻の加工業者マルエーでは、牡蠣殻がこの硫化水素を吸着させる特性に着目しまして商品開発に取り組んでいます。温暖化が進んでいる中で、田んぼですね、田んぼの方で、ガス湧きが発生しているというのが問題になってます。新しい商品で牡蠣鉄というですね、硫化水素の発生で収量ないしですね、品質が悪くなっているというような問題がございまして、それを解決できる商品として新しく提案をさせていただいております。牡蠣殻、本当にいい素材ですので、そういった、いい、素材資源をですね、使っていただけるようなご提案をどんどんしていてさせていただければというふうに思ってます。本当に一般的に私たちが牡蠣を食べるときって牡蠣殻はやっぱりこうゴミになってしまう部分があるんですが、先ほどもありましたように安井さん、素材資源という話もありましたね。いや、素晴らしいと思いますよ。実は牡蠣殻は広島の新しい環境に優しいイノベーションの種としてものすごい熱い注目を集めているんですね。洗剤、除菌液、それから肥料、いろんなものが出てきているので、これからのイノベーションの種期待したいと思います。まさにこの広島を代表する食材の牡蠣、身も美味しく食べて殻も美味しく活用できる、こうした循環型の社会がますます進むといいなというふうに思います。以上、それなりのコーナーでした。